そ、くそ、くそったれ。みんな無事？どこか食いちぎられてない？この船に、おかしなことが起こっている。あの哀れな乗客たちにも。今回の盗みがうまくいっていないことだけは確かだ。俺はナイフのようにハートを貫く。文字通りな。まったく、親愛なるアリスだ。おそらく死んでいるであろう我が友よ。俺たち他の乗客たちはもう手遅れかもしれん。これはやるかやられるかの戦いだ。ひょう、お前は少し薬を飲みすぎたんだろう。今壁が武器を見つけてきたぞ。そこであんたは倒れてない。君に気を取られたりせず、自分のやるべきことに集中しなければならないのは分かってる。しかし今のは大したものだぞ。こんな現象はカンボジアでも見られなかったな。財布が空なのはあの時と同じだが。俺のペンダントが辺りを取り巻くこの混乱を作り出したようだ。どう対応するか決めるのが最善策だろう。おそらく船から脱出するのが一番だ。救命ボートがあるはずだ。あれを使わない手はない。クソッタラどもにいいニュースだ。もうすぐ私と拳で語り合えるチャンスが来るぞ。お前が暴力を望むな。それを身をもって知るがいい。思ったより血が出なかったことに俺は驚いてる。素敵な壁にお礼を言うんだ、ディエゴ。グラシアス、壁野郎。くそったれ！もし私が死ぬとしたら、悪魔の自販機に入れるコインがなかったせいだ。片手の拍手はどんな音がするんだろうか。いや、冗談ではなく、それを知る最大のチャンスが来たぞ。金を払えって？俺は一文なしだぞ。しかし、君と俺なら解決策を見つけられそうな気がしない。どのドアも閉じられている。俺たちが金を支払うまで。私の頭がおかしくなったか、壁がおかしいのかのどちらかだ。金が壁に吸い込まれてしまった。文字通りに。見つけないと。とにかく大至急で。これまで魔法に悩まされてきたが、その力が味方してくれるなら喜んで受け入れよう。どうか。
がどう止めろってほしいのか、いいわ。こんな感じでいいだろう。これはアザになるぞ。アザは嫌いだ。タトゥーがおかしく見えてしまうからな。武器が軽くなってきた。そろそろ見せてやるとするか、この俺の別の才能を。イーストキル。歩く死体がいることよりも壁から銃が出てくることの方が私の頭を悩ませる。あの化け物どもは俺たちを殺そうとする。だが壁は俺たちを助けようとする。いつか納得できる日が来るだろう。今はまだその時ではないようだが。一等船室、金持ちでさえ金の力で買えないものがあるということを示される場所。杖はフルチャージだ。ボーナスポイント。俺にワイドは通じない。誰がもらっておく。弾が切れそうだ。これは 99% 良くない事象だろう。近頃疲れが取れにくくてな。もっと注意を払うんだ、アミーゴ。ディエゴがまた人を救った。ダブルポイント。無視無欲の行いだぞ。黄金の心を持つ気に焼けた肌の流れ者の正体は誰なんだ。ほら、お前の次の冒険団はこんな調子でいいだろう。これまでの経験から導き出される結論は、弾なしでこの化け物どもと戦うのはその浅はかだ。マドモアゼル・スカーレット、お前はヒエロニムス・ボスが描いた絵のような地獄に俺たちを引きずり込んだことを自覚しているのか。そんなくだらないことを聞くんだ。事態がここまで悪化するとは予想できなかったけど、タフな男の助けが必要になるのは分かった。この賑やかな口を閉じておけ。弾がほとんど残ってないぞ。この手にはザクが取り付いている上、この匂いが俺たちに取り付ける。一度ドイツ人にこんな万能薬を売ってみたが、彼らは全く興味を示さなかった。これも試練の一部なのか。金を絞り取ろうって魂胆か。お前も最後には支払う側になってるだろうな。前に警告しなかった？今更手遅れなんだよ、クソ野郎。はいはい、金持って出直してこいってことだろ。この遅れだじゃ。これには順番がある。完成させるんだ。このままだと間違いなく船は沈むだろう。つまり化け物どもに殺されなくても私たちは溺死するということだ。いやいやいや、他にいいニュースはないのか、ムッシュ楽観主義。思えない。青い怪物を殺せ。
もなくば俺たちがやられる。イタリアでも最高に職人で仕立てたんだぞ。ああ、怒っているのかスカーレット。そうしてただそこに腰を下ろしているだけなら私でも怒るだろうが。私のミスだ。あの野郎、他のやつを手助けしてる。アリスター、このひねくれたガリガリもうやめ。お前に立て替えてもらった保釈金をこうやって回収するのか。マックスアモ。子供の頃は父の話を信じていた。大人になるにつれあの人はクソったれだとみなすようになり、そして今はもう何を信じたらいいんだか。怖い。本物ブルーの俺の怪我も全部計画の一部なんだよ。お前は私が今まで会った中で最高に優しい元ギャングで、逃亡中の殺人犯で、フランス外国人部隊の脱走者だよ。蛇なんだ。その薄汚い手を近づけないでくれるとありがたいんだが。俺の弾はあとわずかだ。ボーナスポイント。